走フォーメーション442です。プレッシングの強度、これはもう J1 トップレベルです。阿部神戸は右から左へと進めていきます。 J1 リーグの第8節がスタートしました。ドルシビッチすぐに戻して、武藤、佐々木、ダイレクトシュート、最後ワンタッチ。遠いサイドを狙ってヘディング、反応しました福井。まあ一つ質の高いボールが入ります。宮代、佐々木大樹、カッシング、前向く、右足、かわした後は迷わず振りました、佐々木大樹。そのセカンドボール、延長線上に、ちょっと今、先頭倒れてますけれども、プレーを続けます、運んで宮代、右、武藤が中へ、ヒールパス、前向き、武藤、もう一度武藤、流れていける、山内。先発チャンスをもらったルーキーに選手が集まります。まあ、非常に神戸の厚みのある攻撃にはなりましたよね。はい、まあ、もちろんこの山内のゴールを生み出したところでは、ここレフンが動いて、その後ろからチャンピングファーサイドにボールが流れます。これも意図的にハイボール、いや先頭正面、やりたいというふうに神戸の選手たちが詰め寄りましたけれども、前半終了のホイッスルです。 J1 初先発、うまく流動させながら今日は戦っている神戸です。スタートポジションでは今宮代と佐々木が前へプレッシャーをかけに行きます。後半最初のコーナーキックです。町田、サイド伸びてくるボール、ダイレクトシュート、これも、まあ、直接というよりかはもしかしたらこう枠内に取られればという話ですかね。はい、これはボックス外側です。ああ、いや、あ、 PK に変わる、はいはい、VAR でフリーキックに変わります。しました、鈴木、直接行く、セカンドボール先頭、右のサイドから林がスローインを入れます。少し高いボール、ダイレクトシュート、セカンドボールに反応しました荒木。今は密集の中でトゥーレルが隠れています。受けてコントロール、武藤、追加点神戸、出してと受けて糸がぴったりとつながりました。今のはうまく佐藤さんマーカー外しましたね。スイートボール抜けてきました、抜けて右足、